Thank you.
さんに向かってやってきました。一瞬です。ちはやしっかりと空中でキャッチ、大成功です。意外と可愛いんです。なんか可愛い顔つけます。目が大きくてクリクリとしていて小顔です。はい、とてもね、可愛いできると見逃しますので、皆さんしっかり向こう側見ててくださいね。さあ、では早速呼んでもらいましょうかね。はい、では話してください。お願いします。そうそう、ずっと鳴らしてね。さあ、皆さん風に煽られながらもこちらに向かってやっていきましょう。しっかり皆さん見ててくださいね。見逃しますよ。実はもう見逃してます。前向いてください。私の元にしっかりと登場です。さあ、やってきたのはハリスホークという種類。さあ、このハリスホークはですね、とても人に慣れやすく扱いやすいためと言います。それを合わせてモモアカノスリです。皆さんね、覚えて帰ってくださいね。タカヤ来れるかな。一回呼ぼうか。タカヤ、こっち。さあ、そしてタカヤですね、こうやって結構皆さんの近くスレスレを飛んでいくので、よくここに入っているウサギさん、この広場に解き放ちます。ちょっとね、ウサギさんがかわいそうな気もしますが、これもタカヤが健康に生きていくためですので、皆さんご理解ご了承よろしくお願いします。ですが、どうしてもウサギさんがかわいそうという方、あっちの森に逃げ切ればウサギさんの勝ちですので、応援してください。さあ、では1日1本の大勝負、早速行ってみましょうか。ウサギさん、出ておいでー。高谷が薄み仕上げにスタートを切ったウサギさんが一直線1点の狩り、大成功でーす。さあ、奥から大きく翼を広げ、こちらに向かって登場でーす。まあ、それでは改めまして、ワシのスリという種類の大型の、さあ、低いところこんな感じでやって、ワシのスケ大丈夫。さあ、ワシのスケなんか地面に引っかかったみたいでですね、墜落して、さあ、今度こそしっかりやってきました。さあ、こうやってね、皆さんのお近く